きチャンネル。じゃ金曜日総チェック2022年5月20日里崎誕生日です。ありがとうございま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 す。1976年昭和51年生まれなので、今日で46歳になりました。いやーもう46歳ね。何歳になっても体は大人、心は子供、解説者里崎でね、頑張っていきたいと思いますね。皆さんも頑張っていきましょうね。誕生日ですけど総チェックでしっかり出していきましょう。金曜日、あれ皆さん金曜日若干再生回数低いですよ。今日サムネに誕生日ってね出てるはずですから、皆さんご祝儀相場っていうのがねあるんですよ、世の中ね。皆さん今日は里崎にご祝儀相場として見てくださいね。また1年間46歳になっても頑張っていきますからね。里崎チャンネル、皆さんの暇つぶしになるようにこれからもね、野球、そして昨日マリオカートね、マリオカート見てくれました？めちゃくちゃ楽しかったですよ。まだ見てない方、昨日のマリオカート見てくださいね。誰が勝ったのかね、面白い勝負になってますからね。ぜひね、いろんな遊びもねしながら里崎動画、撮影、運営、いろいろ、やっていきますからね。この里崎チャンネルね、セカンドチャンネル最近ねちょっと競馬が忙しくてやってないんでね動いてませんけども、それと、サウドチャンネル里崎智也のゲスト部屋、こちらねまだゲストの皆さんと、今回ですねまだ、撮影してきましたんで、出るねアップされる、近々アップされると思うんでね、そこら辺皆さんこのね3つのチャンネルありますから、あ、里崎のゲスト部屋チャンネル登録してない人早くしてくださいよ。ひとり、スピードワゴン大沢さんね、清田問題いろいろ語ってますから、そちらの方もチェックお願いします。誕生日ですからご祝儀相場、皆さんのお力添え、ご支援待ってますよ。さあということでね、金曜日行きましょう、総チェック。さあということでね、今日はパ・リーグからね、ロッテ対楽天ね、首位楽天5位ロッテ、首位には負けられないぞね、11.5 ゲーム差からスタートしましたけども、17日、6対3でロッテの勝ち、18日、1対0サヨナラ勝ちでロッテの勝ち、そして、19日、7対2で楽天の勝ちということで、結果、2勝1敗で楽天の負け越しね、だから2勝1敗でロッテの勝ち越しっていうね、いうところになりました。これで楽天とロッテは五分だね。なかなかね、楽天もロッテに勝ち越せないっていうところでね、厳しい戦いになりましたけども、5月17日ね、6対3ということで、ロッテ先発石川ね、6回112球、9安打3三振、2四球、1デッドボール3失点と、まあ立ち上がりからね、ボール先行、ちょっと制球定まらず苦しい投球が続く中ね、まあそんな中でもね、勝負どころでの進化、こういったところがね、低めに集められて非常にグッピッチ。ね、味方もエラーもね、あってちょっと足引っ張られましたけども、6回3失点はね、非常によく踏ん張ったと思います。調子自体はね、そんなに良くなかったと思う。その中でね、試合を作っていくのが、しっかりとしたローテーションピッチャーよ。ね。その中ね、楽天先発田中マー君、6回3分の1、115球、11安打7三振、無四球6失点と、10年ぶりの6失点。まあこれはね、NPB っていうところでね、10年ぶり。メジャーではですね、2019年レッドソックス戦、ワースト12失点っていうのがあるんでね、メジャーも入れれば1位3年ぶりっていうね、ところになります。まあ先週のね、ロッテ戦同様、ピンチでね、スクールボールすっかり踏ん張ってきましたけどもね、7回、疲れたかな、若干制球力高くなって連打。まあ当たりのね、不運もあったけども、6失点。ね。まあ楽天はね、2回表、ワンアウト1、2塁、武藤がね、センター前、これね、プロ初打点1安打。でね、4回表、ワンアウト満塁から黒川のね、4、6、3、ダブルプレーのところが、ショート、エチェバリアが、暴投。ね、まあエチェバリアね、この中村が二遊間必死でダイビングを取ってグラブトスして、若干タイミングね、外れたけども、ね、そこでね、反転して、ファーストに投げて、ね、悪送球で、っていうところが痛かったね。ここで2失点になるところが石川に取ったら痛かった。中村はね、よく取った。グップレイ。エチバリア、バーッと。ね。でもこれで、エチバリアのセカンドベース離れるのが早かったから、あれリクエストしてたら、ひょっとしたら楽天勝ってたかもしれない。ね。まあ、わかんないけどね。アウトになったかもわかんないけど、あれはね、リクエストするね、勝ちあった。だからね、2017年の WBC の時も結構ダブルプレイのリクエスト多かったから、もっと日本のプロ野球もね、ダブルプレイのリクエストね、勝負どころ、やった方がいいと思う。何気に離れるの早いパターンね、結構あるからね。で、その中ね、ロッテはね、先週は、ノーアウト1塁の、2度のチャンスをね、活かせない中、マー君投げた時ね、負けたけども、今回はね、3回裏、岡がね、スライダーレフト前。で、エチェバリアサード内野安打。これ、満振りセーフティーね。で、松川、スリーバンド失敗、バーッと。左手がバットのグリップエンド持ちすぎ、もうちょっと短く左手を持っていかないと。で、高部三振。で、ここでね、この前は切れてたのよ。で、ここでは中村がね、スライダーを、それ、ね、で、追い込まれながらも最後まっすぐをセンター前タイムリーヒット。高部のインコースまっすぐでね、三振取ったのを多分ね、忘れられなくて。多分そういう風な流れでね、中村に対しても言ったけども、楽天バッテリーね、住谷マーク。ここをね、中村がしっかりセンター前タイムリー。で、中浦も、岡がね、スライダー、レフトへホームラン。これがね、一気に流れ変えたね。で、1割はレフト前。で、代打かける間、松川にね、今度はもう、松川バンド無理、かける間で行こう。つってね、そしたら、スリーバンド失敗、バッと。ね。で、高部、ショート内野安打。これも打ち取ったけどね。まあ、あれでもね、模擬無理よ。あれはね、セーフ。で、中村、センター前タイムリー。これも打ち取ったけどね。ふわふわ上がってね。で、その中ね、センター辰巳、ホームへ投げて、悪送球、スライディングして1バリアに当たってね、っていうところで、ランナーがね、三塁行っちゃったんだけども、ここね、コリジョンあるから、やっぱりね、住谷はベースの前へ行かなきゃいけないね。で、その前の岡のね、本塁打突撃のね、時も、ベースの真上に立ってたんだよね。で、また開けてたから、ホーム、戦場をね、開けてたから、まあ、コリジョンなんないけども、あれね、あそこに立つ癖があるからね、結局、後ろに入っちゃうんだよね、ランナーの。あれ、もうちょっとね、前に立って、エチバリアの前へ取ってたら、こう、三塁行かれてないのよ。そしたら、勝ってたかもしれないね。で、まあ、そこでね、後ろに入ったことによって、ポジショニングミスだね。で、その後ワンアウト一三塁から佐藤、セーフティースクイズ、ファールになってからのレフト前タイムリー。ここもね、住谷の構え方がなんか微妙。これなんかピックオフしようかとかね、三塁ランナー、こうギャンブルできたら刺してやろうかとかね、ちょっと構え方微妙の中、外にアウトコースにね、ポンって構えて、それが中入ってね、打たれる。ちょっとあそこは、んって思ったね、違和感ある。ね。で、その後代打山口がね、ライト線、ね、ライトへ引っ張るってまさしくこの打ち方。ね、2点タイムリー。ガッと。ね。これで一気に逆転して、まあ、勝負ありっていう感じだったね。で、この日はね、7回に佐々木 J 早が登板して、勝ち運持ってるぜっていうことでね、西野もね、グッピッチン。ね。で、続いて18日ね、1対0、ロッテのサヨナラ勝ちっていうところで、ロッテね、まだ今季0勝4敗、勝ち星ないところでね、小島、7回119球、4安打5三振、2四球、無失点と、非常にグッピッチン。ね。基本的には外中心。で、内をね、たまにポンって投げる。で、こういったところで楽天打線はね、特に浅村とかインコース意識されて、全くアウトコースが対応できずっていうところでね、でも勝てない。打ってやろうよ、打線。あんないいピッチングしてる。でね、楽天戦まず枠井。3回3分の1、46球、1安打1三振、無四球、無失点と、ピッチャーゴロね、指に当たって、まあ、降板しちゃったんだけど、なんか検査の結果、今日ね、報道があって骨折ということでね、いやー、不運ね、状態良かっただけにね、本当に、まあ、早く治してね、また復帰、お待ちしてます。ね。で、その後、石橋、安楽、孫、松井と、グッドリリーフ。ね。でも、ブッセニッツがいないことによって、最後ね、酒井、ね、まあ、打たれちゃうんだけども、ね。まあ、その中でもね、楽天は3回表ね、辰巳がスリーベース。で、武藤ピッチャーゴロ。で、大高ね、フォアボール。で、ワンアウト一三塁から西川のね、ライトフライ。まあ、定位置ぐらい。だから、マーティンの肩強いけども、三塁ランナー辰巳って考えたら、タッチアップしてほしかったね。これタッチアップ説。ここ、結構勝負ポイントだった。で、その後、黒川、アウトコース、空振り三振。ね。で、10回表も、ワンアウトから、武藤がね、ライトへツーベース。これ、マーティンが、後逸して、三塁まで行って、で、代打銀地。あ、マーティンバット。で、ファーストゴロ。三塁ランナースタート説。これギャンブルスターズに向かったよね。ちょっと消極的かな。石井監督って結構動く感じだと思うけど、ちょっとこのロッテ戦、消極的なようにも見えたね。これどっちかは言ってほしかったね。しかも打てないっていうだけにね、この勝負かけるべきだったところかなと。でね、ロッテとしては攻撃ほぼしてないんでね、言うことないんだよ。ね、3安打だから。その中で、10回裏ね、マーティンが、酒井のね、3球目かな。インコースになったのが若干甘めに入ってね、ライトへ、サヨナラホームラン、ゲット。なんと、1対0延長サヨナラホームランは2010年5月、なんと里崎以来2人目でございます。ね。山口からライトに打ちました。渡辺俊介ね。多分あれデーゲームだったと思う。ねえ。里崎以来です。マーティン、グッて。これをね、グッていければいいかなっていうところでね。で、19日ね、7対2で楽天の勝ちっていうところでね、楽天先発岸ね、若干引っ掛け、チェンジアップも引っ掛け気味で、まあ、風の影響あったのか、あんまりカーブ使わなかったけどね、基本チェンジアップとストレートだけど、全体的に、若干引っ掛け気味。で、状態としてはそんなに良くなかったと思う。その中ね、6回101球、6安打6三振、1四球2失点と、まあ、いい形のね、試合を作って勝ち投手、素晴らしかったな。で、ロッテ先発川村、6回99球、3安打4三振、3四球1失点と、非常にグッピッチング。ストレートも低めに行って、フォークでストライクも取れて、空振りも取れて、外からのスライダー、右バッターへのアウトコースのスライダー、たまに投げるカーブ、全部がグッと。さすが、シアも名産地。ね。非常に良かった勝ち星つけてやりたかったね。まあ、その中ね、2回、レアードがストレート、ホームラン。で、4回、マーティンがスライダー、ホームラン。ガッてね。まあ、マーティンもこれでちょっと復調していくね。で、終盤アウトコースのストレートね、センター前も打ったしね。で、レアードはカーブね、レフト前も打ってるし、これで復調していけばね、ロッテもいい形になるけども、アベックホームラン、今年初ということでね、これで一気に勝てるかっていうところで、このね、5回の表ね、2アウトから西川のね、ホームラン、カーブラインインコースになったやつが逆球入って、ね、全然西川ね、打ててなかったところで、これでね、ちょっと楽天がいけるぞってなったのね。で、6回、ピッチャー、佐々木千早に帰って、鈴木大地がね、フェンス直撃の、ツーベースレフト。山崎、バントで送ってワンアウト三塁、代打銀次、ね、フォアボール、西川、フォアボール、武藤、フォアボール、バーッとあとね、柿沼もね、左にまっすぐ、シンカーしか投げてないんだよね。もう、浅村の時にスライダーめっちゃ良かったのに、もうちょっと、ね、最後なんかカーブ投げてフォアボールになったけども、島内でね、押し出し、スライダー、外からスライダーとか左ね、ちょっとそこら辺も使ってみてはよかったんじゃないのかなっていうね。で、その中で、ね、ピッチャー、逆転サイド、小野に代わって、マルモレホス、ね。マルホームラン、マルモレホス、グッド。ね。あそこも、2ストライクから高めのストレートはいらなかったね。そんな余裕ないよ。膝元でよくて。で、最後ね、スライダーが甘めに入って、あれはね、2エンド2になったから、小野としてもやっぱり3ボール2ストライクになりたくない。その前のスライダー、足元見逃されてるっていうところでね、甘めに入って、ホームラン。解説でも言ったけど、あそこ最後ドーンってストレートでもよかったのよ。ね。まあでも結果論だからね、仕方ない。まあね、切り替えて、まあ結果ね、楽天のない勝利っていうところで、2勝1敗で結果はロッテの勝ち越しでした。マルボルホース、ナイスホームラン。続いて、オリックス対日本ハム。11日3対0でオリックス。18日11対4で日本ハム。結果1勝1敗の5分でした。11日3対0でオリックス。日本ハム先発加藤。6回3分の2、100球、7安打3三振、無四球2失点と、まあ、試合が作ったね、非常に、今年本当に安定してるね、加藤はね。で、オリックス先発山岡ね、3回3分の1、48球、1安打2三振、無四球1デッドボール無失点、4回ね、野村へ、頭で、危険球退場っていうところでね、そこから、リリーフ、安倍、近藤、本田、ビドル、平野、グッドリーフ、踏ん張ったね。まあ、安倍はね、ピンチで出ていって抑えて、今度安倍がピンチを作って呼んで、近藤がね、それピンチを消すっていうね、非常に、で、勝ち投手は本田ね、リリーフがしっかり頑張れたんじゃないのかなと。まあ、その中でオリックスね、7回裏ワンアウトから、4番、トンがね、センターへツーベース。で、中川が、外野ね、前進守備っていうところで、センターオーバーのスリーベース。で、ワンアウト三塁になって、杉本三振。で、ここでコロナから復帰のね、代打佐藤、レフトをね、引っ張り込んで、三塁線、ね、ツーベース。ね、これはね、いい形でね、打線が繋がったね。8回裏ね、塩見、ファーストゴロ、清宮、ファンブレーラー出て、で、福田、ファーストゴロ。で、胸ね、これ、初球で振りに行って強振で、ワンボールからファールを打ったその後にセーフティー。こういうのね、効くね。一回万振りしてるからね。で、最近ね、セカンドが結構後ろ目守ってるから、ファーストベースに入ってこれないんだよね。まあそういったところ胸もね、しっかり見てて、ドラッグバンドね、非常にナイスセーフティー。ね。で、その後ね、大城が、の時に胸のとこ盗塁。ね。で、ピッチとアウトして、スクイズ警戒かな。で、ピッチアウトしたらセカンドさせたいところで、ピッチとアウトしたのに、まあ、盗塁ね。で、フォアボール。で、ワンアウト満塁になって、西野がね、ライトへ、ダメ押し、タイムリーっていうところでね、まあ、杉本はね、4打数0安打、チャンスで1本出ず、ちょっと調子がね、上がってこないけども、まあ、他の選手がね、しっかり少ないチャンスでね、オティックスものにした。山岡をね、危険球退場になったけども、その後ね、安倍近藤、本田ビドル、西平野、非常に素晴らしいピッチングでした。で、日本ハムはね、6回、ワンアウトからね、松本ツーベース、で、石井がフォアボール、で、ワンアウト一塁から、清宮ね、センター前、ここで満塁になって、ね、水野、ね、まあ、野村のね、代わりっていうところで、水野がね、三振、で、万波三振、ここでね、1点でも取ってたら、大きくね、流れが変わって日本ハムだったかなと。日本のね、キーポイントはここだったかなと。まあ、結果3対0、オリックスの勝ち。ね。18日、4対11で日本ハムの勝ちということで、日本ハムね、生ため、4回3分の2、70球、4安打4三振、西球3失点、まあ、まっすぐスライダー、ツーシームフォークと、まあ、カーブも投げたりするけども、非常にグッピッチング。ね。若干ね、制球は荒れ気味だけども、勢いよく投げてね、しっかり投げ込んでいくところによって、変化球とストレートの緩急がね、ちょっとサイド気味から、ついたっていうところでね、勝てたね。っていうか、勝たしてやりたかったね。その中でね、3対0で日本ハム勝ってて、オリックスのね、5回裏、2アウト1塁から若月がね、ライトでツーベース。で、ここでね、石立。で、福田の時に、レフト前。で、これ、レフト今がファンブル。それによって、福田がセカンドまで行って、で、胸がね、センター前、同点タイムリーになるんだけども、ここショート石井のグラブの下行ってんのよ。あれ飛びついてでもね、止めなきゃ。そしたらランナー帰ってこないのよ、あれ石井。バッと。あれは絶対止めなきゃいけない。で、結局ね、3点取られて、生食べのね、勝ちが消えるっていうところだけども、これはね、やっぱり防げたね。だから今川のミスと、記録に残らない石井のミス。これによって、生食べのね、勝利が、消えてしまったっていうところで、4回表ね、万波がツーランホームラン。ホームランバッターのようなね、ツーランホームラン。で、その後5回表にね、ツーアウト2塁から松本がね、レフトでタイムリー打って3点。非常にいい形で取っただけにね、この今川のファンブルと石井のね、あの絶対止めなきゃいけない二遊間のセンター前の打球ね。あれがちょっともね、生玉にとってはもったいなかったなと。ね。で、日本ハムはね、その5回裏3点取られて追いつかれるも、6回表にね、浅間ツーベース。で、清宮がね、センターへ勝ち越しタイムリー。で、その後石井もね、タイムリースリーベース打って、で、7回にも、アルカンタラのね、ホームラン。そして松本、浅間がね、続いて、で、野村、センター前タイムリー。で、また万波が。バックスクリーン、グッドホームラン、スリーランっていうところでね、万波6号、アルカンタル7号、万波7号とね、3本のホームラン。ね、オリックスはね、中川のホームランでね、頑張るけども、こんだけ打たれたらね、なかなか、きつかったかなと。でも、生食べはね、勝たしてやりたかったかなと。で、オリックスのね、先発、ワゲスパック。5回85球、6安打1三振、1四球、1デッドボール5失点と。球高い。だからせめて変化球低めに行けばいいピッチングするんだけど、変化球も高いからね、そこら辺若干ね、ちょっと修正必要かなっていうところはあるね。でも万波のね、ナイスパワーっていうところでね、結果1勝1敗の五分でした。さあ続いて、西武対ソフトバンク。11日5対1でソフトバンク。18日3対2でソフトバンク。ソフトバンクの2連勝。沖縄、那覇での試合です。ということでね、凱旋試合。登板ということで、ソフトバンクね、地元、出身、東浜、7回104球、2安打6三振、2四球無失点。前回対西武戦ね、ノーヒットノーランっていうところでね、今回もピッチングとしては非常に完璧。グッピッチング。ね。で、西武はね、地元、与田。8回117球、4安打8三振、無四球無失点。もうストレート、伸び、力もあったし、で、その中で、カーブスライダーっていうところで緩急がついていける。俺が見た中で、プロ入り一番良かったんじゃないのかっていうぐらいの素晴らしい、グッピッチング。ね。で、その中で西武はね、ソフトバンク、先発ピッチャー、つもり、ね、先発じゃない、リリーフ、ね、つもり、8回裏ね、ツーアウトから、岸フォアボール、金子レフト前、ツーアウト1、3塁になって、外崎のね、サードファールフライ、牧原が落とす、触れすばた、バーッと。ね。で、その後、ライト前、先制タイムリー。で、ここでね、一塁ランナー、金子が3塁オーバーランするんだよね。で、アウト、935、バーッと。次のバッター、山川でしょ。しかも普通のライト前でしょ。ファーストからホーム変えれるわけ絶対ないんだよ。あれがライト線抜けてるとかライトオーバーとか宇宙間だったらわかるけど、普通のライト前ヒット。バーッと。何がしたかったか。わかんない。これちょっとね、敗戦要因でももう1点取れたかもわかんないね。で、その中でね、もう、これね、すごいなんで走るかっていうと、それまでね、ほぼ攻撃してないからね、言うことないのよ。7回まではね、もう普通に、両軍のね、ピッチャーが頑張ったっていうね。で、ソフトバンク9回、代打デスパイネ、フォアボール。で、ピッチャーがね、平、バスターじゃなく。で、辻さんは、監督は、8回作ってたから、9回投げさせたって言うんだけど、絶対これね、沖縄地元だから、平はね、石垣島だけども、地元だから絶対投げさせたんだよね。8回作ってたからって、そんないつものことだからね。で、9回表ね、ピッチャー平、代打デスパイネ、フォアボール。で、牧原デッドボール。で、柳田センター前タイムリー、同点。で、グラシアル、ライト前タイムリー、逆転。で、中村三振。で、柳町フォアボール。で、ワンアウト満塁から上林のね、セカンドゴロ、ね、泥崎、悪送球、ホーム、ショート、滝沢ね、セカンド入ってたから、俺ね、これ463ダブルプレー狙いでも、良かったんちゃうかっていうね、若干それてね。なんかもったいなかったね。滝沢セカンドベース入ってたからね。だからあれ判断だから難しいけどね。とっさいんだからね。でもあれは463ダブルプレイは面白かったと思う。で、その後今宮がね、スクイズして、計5点取って、ね、ソフトバンクの逆転勝ちになるんだけども、若干この金子のね、オーバーランと、外崎ね、これミスじゃないけど、セカンドをね、463、俺は良かったんじゃないのかってね、思います。ね。でも東山陽太ともね、地元で本当に素晴らしいピッチングだったと思います。で18日、3対2でソフトバンクっていうところで、ソフトバンク先発杉山ね、5回3分の1、59球、2安打3三振、2四球、2失点と、まあ5回までほぼね、ピンチなく、唯一4回裏ね、ピンチ、西武はね、ワンアウト1、3で山川。で、ここね、ホーク続けて、6、4、3、ダブルベイ、グッピッチ。ね。で、6回ね、ピンチで1失点するけれども、ここでね、スパッとね、藤井に交代。だから西武は6回ね、ワンアウト1塁から山野辺ツーベース。で、ここでね、1点取って、で、ピッチャーね、藤井に変わって、金子レフト前、ワンアウト1、3塁で、相手のね、セーフティースクイズ。ね。あのセーフティースクイズがね、多分ね、一番の見本。見て、相手のセーフティースクイズ良かった。安定感、安心感。早めに構えて、しっかりファーストに転がすっていう、あのね、バタバタしてギリギリのやついるからね。でもこのね、相手のセーフティースクイズ。グッと。非常に良かった。で、その後山川敬遠、大ブーイング、地元ね。で、その後、外崎、ツーアウト1、2塁になって、レフトフライっていうところでね、得点しきれなかったんだけども、まあ、ここをね、ソフトバンクはよくね、踏ん張ったっていうのもあるし、楽天がね、もう一歩パンパン、ね、もうね、外崎っていうね、いけたら非常に良かったけども、あとこのね、4回のワンアウトです、山川ね、犠牲ぐらいでもっていうところがね、1点取れなかったところが、やっぱちょっときつかったかなと。で、ソフトバンクはね、やっと連打でね、昨日の9回じゃないけども、まあ、やっと連打で得点っていうね、まあ、沖縄シリーズでね、つながり、非常にね、バッティング、グッと。ね。初回もね、三森ライト前、で、今宮レフト前、で、柳田三振するけども、グラシアルがね、センター前タイムリー。で、5回に今宮ライト前、で、柳田フォアボール、で、グラシアル4、5、4、3、ダブルプレーになるけども、ランナー3塁残って2アウトね、で、中村がセンター前タイムリー。ね。で、7回、三森がね、センター前、今宮バント、で、柳田センター前タイムリー。これで勝ち越しと。きっちりね、ここで、流れ変わるかね、こう、タイムリーでなかったら、バタバタするぜっていうところできっちりね、グラシアル、中村っていうところがね、ヒットを打ったっていうのは非常に大きかったかなと。で、西武先発隅田ね、6回112球、6安打9三振、3球2失点と、非常に素晴らしい、グッピッチング。まっすぐも力あったし、腕も触れてるし、変化球もいい抜け感あったし、特に俺が好きだったのは、5回のデスパイネのチェンジアップで三振。めちゃめちゃ抜けてた。腕振ってるし、非常に、もう一回見れる人見て、非常に、グッ三振。ね。ここね、勝たしてやりたかった。一番最初一勝してからなかなか勝てないね。でもまだ小島は0勝だから、まあ、ここはね、しっかり頑張っていきましょう。まあ、結果ね、ソフトバンク2連勝でした。さあ、続いてセリーグ。中日対 DNA。5月11日0対4で DNA。18日6対7で DNA。DNA の2連勝でした。11日4対0で DNA。ということで DNA 先発今永。9回129、4安打13奪三振、1四球無失点。1003日ぶりの完封でございます。ビッググー。ね、まあ、ストレートも走って力強かったし、そこからチェンジアップカットボール。ね、同じ腕の振りでストレート、カット、チェンジアップが来るだけにね、非常に全ての球種がね、生きて、グッピッチだったと思います。中日先発ね、小笠原、8回114球、8安打4三振、2四球4失点と、まあ、状態俺は悪くなかったと思うけどね。まあそこはね、DNA 打線がよく打ったからと。で、DNA はね、4回表、ワンアウト2、3塁からね、こう先制するんだけども、峰井の、ショートゴロ、フィールダー消失、ショート三つもね、ホームに投げるんだけども、一塁側にそれちゃうんだよね。それることによって、タッチが遅くなって、タイミングはアウトだったけども、セーフ。あれはね、で、立浪監督はね、石橋がコリジョンになってどうどこうとかって言ってたけども、あれはね、ショート三つ葉のせいよ。あ、三つ葉のせいよ。あ、ちゃんと投げてたらアウトなんだから。それてんだから。ね、そうキャッチャーのせいにしたら、無理。ちゃんと投げて。ね。で、6回ね、牧がストレートをレフト、ホームラン。ね。これはもうね、中日としては仕方なし。グッホームラン。ね。で、8回表、ワンアウト2塁から、牧がね、初球ストレート、レフトへタイムリーツーベース。ね。ここね、打たれた球で入ったんだよね。インコースストレート行って、もう一回ね、初球ストレートから入ったんだけども、若干甘くなって、ツーだ。選択としては悪くなかったと思うんだけどね。で、その後ね、宮崎ショートゴロ。で、大和がね、ナックルカーブをレフトへタイムリー。これもね、小笠原良かったんだけどね、低めいいとこ来たけど、大和がね、ナイスバッティングっていうところで、だから俺は大橋さんからそんなに悪いと思わなかったけどね、この三つ股のショートのこの逆球痛かったね、あれアウトにしとけ回った中でね、変わったような、気もするけども、まあ、結果はね、今永のピッチングが非常に素晴らしい。まあ、中日としてはね、4安打、もうほぼ打つ手なしっていうところでね、乾杯でございます。ね。で18日、6対7で DNA というところで、乱打戦。最後はミスっていうね、ところで、まあ、この試合ね、3回表にね、ツーアウトから、桑原フォアボール、楠本デッドボール。これがね、中日的にはね、非常に痛かった。中日戦はまずはね、4回89球、8安打2三振、2四球に1デッドボール、5失点と、ね、この3回の2アウトからフォアボール、デッドボールで外にね、先制タイムリー。で、牧がね、スリーラン。牧。ね。ここよ。これ。ここパンと押さえてたね。非常に来た。で、その後、4回表ね、外に2アウト1塁からタイムリーツーベース。ね。クリーンナップがいい形で働いて。でも、4回の裏にね、高橋レフト前、で、ビシエドがね、タイムリーツーベース打って、ツーアウト3塁がネオのね、センター前、タイムリーツーベースで2点取って、お、これいけるぜっていうね。で、6回裏に、ビシエドがね、ツーベース、マルティネス、フォアボールで、阿部がね、ライトでタイムリーツーベース。で、ネオがね、のセカンドゴロの間に1点上げて、石橋のセーフティースクイズ。ガッて。ナイス。ね。まあ、その後ね、点入らなかったけど、石橋のセーフティースクイズ、ホームを完全にセーフなんだから、外ファースト投げようよ。ね、本当に、この前も言ったけど、セーフティースクイズね、ホーム全然セーフなのにね、ホーム投げがち。あるあるっていうね。もうそれ諦めてファースト取んないと、それ追加点取られたらもったいないからね。で、ここで追いついてね、まさかの5対5。おっと、ドラゴンズ逆転するかっていうところで、7回ね、2アウト、満塁から、ショートゴロ、ネオ、ジャック握れず、どこも投げれず、1点。で、関根がダメ押しのフォアボール。痛いね、ドラゴンズ。ネオ、バッと。普通にやってたら、アウト。それじゃあ、ショート、守らせてくんないよ。で、8回の裏にね、阿部がホームランを打つけども、結果ね、7対6。だから最後はミスだね。あと、牧がね、打ちすぎてるから、これプロ野球ニュースでも言ったけども、やっぱ足元を動かしてね、当てろとは言わないけど、足元を動かして軸ずらしていかないと、そのまま簡単にポンポンって打たれるから、配球だけでね、打ち取るっていうだけじゃなくて、そうやって足元を動かしたりとか、軸ずらしたりとか、そういうことして踏み込み浅くするっていうのもね、大事になってくるんで、そこら辺はドラゴンズね、ちょっと考えていかないと、ちょっと牧にね、打たれすぎっていうところもあるんで、まあそういうのがね、まあそれが絶対対策法じゃないけども、一つの対策法として有効に働くかもわかんないです。結果ね、2勝0敗で DNA の勝ち星でした。続いて、ヤクルト対阪神。17日、2対1でヤクルト、サヨナラ勝ち。18日、8対1で阪神。19日、3対0でヤクルト。ヤクルトの2勝1敗で勝ち星っていうところになりましたけども、17日ね、ヤクルト、サヨナラ勝ちっていうところで、阪神先発ね、西勇輝、6回84球、4安打5三振、1四球無失点と、制球抜群ね、シュート、スライダー、内外の投げ分け。グッドね。非常に球数も少ないし、素晴らしいピッチングだったと思います。勝たしてやりたかったね。ねヤクルト先発サイスニード。7回92球、4安打4三振、1球1失点と。まあ、ストレートね、力強く、チェンジアップが低めにいって、非常に高低でね、緩急もバランスもついて、非常にグッドピッチ。ね。で、阪神はね、3回4回でチャンス、つかめない中で、5回ね、糸原がサイスニードのね、チェンジアップ高めに浮いてきたところを見逃さないで、ライトでね、ホームラン。これでね、先制するんだけども、まあ、このね、3回、糸原ヒット。で、坂本のとこにね、ワイルドピッチで、ワンアウト、で、バントして、ワンアウト3塁から、まあ、西がね、まあ、打てないのは仕方ないけど、西近本で点取れず。で、4回も、中野マルテがね、ヒットで、ノーアウト1塁から、佐藤の 4-6-3 ダブルプレー。で、大山のファーストゴールでね、1点取れず。これなかなか続かないね。もう1本打てないところで、糸原がね、しっかりホームランを打って、空気感をね、変えるっていうね。で、その中でヤクルトはね、2回、チャンスでね、1本出ず。まあ、2回裏、村上ヒット、で、中村ヒットで、で、ここね、3塁に行くんだけども、アウト。ね。で、青木がヒットで1、3塁作るけども、オスナ、長岡がね、1本出ず、得点できずね。まあでもここね、中村の時にランエンド、ヒットで、ね、このチェンジアップ低めをね、中村がうまく拾うのよ。でもこれはね、レフト大山が、7号タッチアウト。グッ、グッスロ。ね。でもオスナね、長岡が打てず。で、9回、ね。まあヒットもね、ヤクルトも8本、まあ最終回ポンポンポンって打ったけどね、そんななかなか打ってないのよね。で、9回、ピッチャーね、岩崎。もうここでガッツリ行こうっていうところで先頭山田がね、フォアボール。で、村上、青谷ね、サヨナラホームランかっていうね、レフトフェンスギリギリのレフトフライ。で、中村、こうチェンジアップね、まだ低め、しっかりね、粘って、センター前。ね。で、ここで、ランエンドね、ヒットの形になって、山田がね、三塁へ行って、ね。で、青木がスライダー、センター、ツーベース、同点。で、ワンアウト二三塁からオスナ、サヨナラ、ライト、犠牲フライ。ね。まあ、その前ね、オスナはね、ワンアウト一三塁からチャンスでセカンドフライと、点取れなかったことによってね、バタバタしちゃったんで、ここはね、しっかり、面目役所。ね。犠牲フライ。グッ。ね。で、清水がね、しっかりリリーフ、ヤクルト復帰してね、非常にグッピッチ。これまたね、信頼厚く。リリーフ陣が厚くなってね。まあ、阪神、こう、勝っときたかった。だから阪神はね、こういうとこが多いのよ。勝てた試合、勝ちきれないみたいな。だからね、もったいないね。で、次の試合18日ね、8対1で阪神というところで、阪神先発ね、この西純也、ね、9回115球、6安打7三振、無四球1失点、ね。で、キャッチャー側から見たんだけども、フォームがね、腕が全然、もう、こういう感じで、全然隠れてるけど、ここでね、急に出てくる。だから、その同じ軌道からストレート、フォークっていうのを投げ分けていくから、で、ストレートも力強かったし、これはね、バッター手こずるね。だから村上とかでもフォークあんまり来たのもね、結構打ち損じてたなっていうね、印象があって、独特なフォーム、ずーっと隠れて、こう来て隠れねえな、これ横向かないから、隠れてきて、こうやって出てくるっていうね、これ非常にいいフォームのバランスで。素晴らしかったと思います。で、ヤクルト先発ね、高橋奎二。3回66球、4安打6三振、1四球、6失点、3、基本塁打っていうところでね、まあ、ホーム的には若干ちょっと力んだかな。ホーム側に突っ込んで、頭が突っ込んで、手の振りがね、遅くなって、早く離すことによってね、変化球とか高めに浮いて、まあ、大山がね、チェンジアップ高めに浮いたのをホームランっていうのもあるけども、基本はね、これがスタイルだから。やめなくていい。こんなんで、ビビってね、四隅狙っていってたら、自分のスタイルが崩れちゃうからね。まあ、これはもうね、仕方ない。この高橋奎二のスタイルでは仕方ないのよ。甘めに投げて、そこでファールを足して、そこからカーブ投げたり、スライダー投げたり、チェンジアップ投げて、緩急をつけてうまく勝負していく。どっちかというとパワーピッチ。それがテクニカルになっていくと良さが消えちゃうから、まあ、これはこれで仕方ない。でもね、それがスタイル。それで続けていこう。どんどん。ファールで、ファール打てっていうね、打てるもんなら打ってみろっていう形で、続けていくことが大事。150キロ以上のストレートも出てたし、ね、そういったところはね、まあ、今日は今日でしっかり反省して、やることは同じだから、俺はね、続けていってほしいと思います。心配ない。ね。で、阪神はね、ホームラン祭りだ、わっしょいっていうところでね、マルテが、初回ね、1号ソロ。で、西純也、2回表ね、ツーラン、1号。もう、メジャーだった。当てられてんで。みたいなね。まあ、気持ちよかっただろうね。で、大山がね、3回表、スリーラン6号。で、佐藤がね、6回表、10号ソロっていうところでね、しっかり一発でね、これを大きく勝ち切ったかなと思います。で、西はね、完投、そして自分のホームランで勝つ。グッ。ね。19日、3対0でヤクルトっていうところでね、ヤクルト先発、小川。7回99球、2安打4三振、3四球無失点と、非常にコントロール良かったね。右バッター、左バッターね、しっかりインコースもつきながら、変化球、フォークね、スライダーっていうところの変化球を低めに集めて、非常に、で、まっすぐもね、力強い。やっぱ調整良かったね。調整挟んでから、もうその、球速、球威、球質、全く変わったね。やっぱああいうの必要だね。悪かったら抹消して、そしたら一気に帰ってくるんだからね。おが、グッピッチ。阪神ね、負けたけどもガンケル、6回93球、4安打3戦、2球、1デッドボール、1点と、まあ踏ん張ったね。打たせて取るピッチングでね、非常に頑張ったけども、まあそういったところでね、5回のね、裏、ここまた2アウトからね、山崎フォアボール、で、山田哲人がセンターへね、タイムリーツーベースで、こう1点取って、で、7回裏ね、岩沢に変わったところ、これまた2アウトから、塩見センター前、で、山崎がね、サード、セーフティー、で、安打、佐藤、ポート、で、1点。で、その後山田哲人センタータイムリーツーベースでね、こう3点入るっていう、こうミスがね、この阪神今年エラー少ないのにね、頑張ってるのに、これね、まあ、失点したわけで中野のポロンチョとか、その後ね、佐藤また冒頭とかね、まあ、ここら辺ね、ちゃんとやっていこう。もったいない。ね。まあでもね、打つはね、もう4安打なんで、もう大側にね、完璧に。仕上げられちゃったからと。だからヤクルトとしてはね、エースがしっかり抑えて、ね、打つべき人が打って、相手を見せてしっかり得点重ねていって、で、最後は、今野、マクガフっていうところがね、マクガフね、最後、ちょっと若干ね、ピンチ、作るけども、まあ、ここね、一本出てればってね、だから、阪神も惜しいのよ。いいところまで行ってんだけどね。ここがね、どうなるか。このいいところを掴み取れるかどうかがね、順位に反映されてくるんで、でもそこをね、ヤクルトがね、しっかり勝ち切ったっていうところは大きかったと思います。結果ね、2勝1敗でヤクルトの勝ち星でした。続いて、巨人対広島。11日、3対2巨人のサヨナラ勝ち。18日4対2で巨人。19日2対1で巨人。巨人の3連勝。広島の3連敗っていうところでね、カープも惜しかったけどね、3連敗するような試合じゃなかったけどね、まあ、17日ね、3対2で巨人というところで、巨人先発メレセス、8回117球、5安打5三振、2四球2失点と、もう長いイニングもね、非常に安定してね、投げられてるっていうところは安心感、安定感、非常にグッピッチ。ね。で、広島はね、2回表、ワンチャンスものにするっていうところでね、坂倉フォアボール。でね、琴の、ライトへツーベース。磯村ね、ショートフライ。で、ワンアウトに三塁になって、末金がね、インコースストレート、メルセデスのインコースのストレートをライトに打つっていう、グッバッティング。あれ、内からうまく出てこないとライト打てないからね、非常にバッティングとしては、素晴らしい技術だったと思います。で、広島はね、先発遠藤、8回、120球、5安打7三振、3四球、3失点、8回までは、もう、完璧でございます。もうね、もうこれこのまま勝ったなっていうね、しっかりね、末金の2点、タイムリーで、遠藤はね、きっちり抑えていく。ね、腕も触れて、ね、球速あって、ね、球の力あって、変化球を曲がって、いい感じで投げてきて、で、巨人もね、チャンスを作りながらも、6回裏ね、メルセデスがセンター前、丸センター前、岡はセンターフライ、吉川がね、663のダブルプレー、チャンス生かせず、そうやってね、チャンスでしっかりね、遠藤もね、抑えてきてんのよ。さあ、問題の9回。9回表。まあ、いろんな人がね、話題にしてるけども、9回表、坂倉フォアボール、小園ライト前、で、磯村バント、で、上本ね、申告敬遠、フォアボール。で、遠藤、初球打って、623、ダブルプレー。でね、多くの人はここ、代打でよかったんちゃうかっていう人もいるんだけども、あの遠藤のピッチング見てたら代打は出せないね。でも、まあ、ブルペンでは森浦がね、待機してたんだけども、まあ、栗林がね、ちょっと投げられない状況にあるっていうところで、まあ、投げられれば確実にね、栗林に変わってたと思うんだよね。でも投げられない状況にあるっていう中で、まあ、あのピッチング見て球数、まあ、投げさすよね。やっぱそうなったらよ。俺にはちょっと疑問があるんだよね。遠藤を投げさせるっていう選択肢になったら疑問がある。それどこかっていうと、磯村のバント。だって磯村バントしたら上本敬遠されるじゃんね。そしたら遠藤を変えないんだもんね。それだったらもう磯村打たした方が良かったよね。磯村上本でなんとか頑張ってやった方が俺は点入ったんじゃないのかなっていうところがね、ちょっと疑問。まあ結果論になるけどもね。皆さんどう思いますか？でもね、巨人は9回裏ね、ウォーカーライト前、吉川ライト前、岡本フォアボール。このフォアボール痛かったね。で、ノーアウト満塁になって、ポランコがね、タイムリーヒット。で、中地のタイムリーヒットで、さよなら、中地、グッ、2000本、頑張れ。ね。カープとしては痛かったね。フォークしっかり勝ち切って勝った。でも巨人としてはこれで勢いに乗ってね、3連勝だからね。で、18日4対2で巨人中どこで、巨人先発で山崎伊織。5回3分の2、92球、7安打5三振、2四球、1失点と。まあ、6回途中ね、ちょっと足つって降板っていうところだけども、シュート、スライダー、内、外、幅使って、グッピッチング。いいね。あの、シュートいいね。このいい感じで、ライン出てたね、シュートだけど、非常に素晴らしかったなと。まあ、足つっちゃったんでね、本当はもうちょっと長いイニング行きたかったところだけども、まあでもね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。で、広島ね、先発とこだ。5回76球、6安打3三振、3四球4失点。まあ、2ホールマン、ね、ホームラン2本で沈むっていうね。だからもう、俺悪くなかったと思うけどね。まあ、めちゃくちゃいいわけじゃないけど、悪くもなかった。その中でね、2回裏、ポランコにね、インコースストレート初球ホームラン。で、5回裏、ワンアウト1塁で、ウォーカーにね、初球インコースストレートスリーラン。まあ、これでもう終わっちゃったんだけども、仕方ない、これは。ウォーカー、あのインコースストレート。それはもう打たれたら打った方がすごいでしょ。きっちり投げてたよ。でもあれは多分ね、ポランコは狙ってたね、インコースストレート。でもね、投げた球は悪くない。あれ打たれた。仕方ない。で、ウォーカーもインコースね、若干低めのインロードストレート。まあ、あれ打たれたら仕方ないでしょ。ナイスバッティングよ、二人とも。まあ、一つだけ言えるとしたら、その駆け引きで負けたね。だからウォーカーもポランコも多分そこを狙ってたんだろうね。狙ってたところにいい球だけど行っちゃって、それをまあ完璧に仕留められたっていうところだから、まあ、チョイスミスっていうのはあるけど、投げたこととかやったことはもう完璧よ。ポランコとウォーカーを褒めるべきで、それはもうね、バッテリーは仕方ない。ね。まあ、若干それを読み間違いっていうのはあるけどね、投げた球は本当素晴らしかったと思う。それをね、攻めてたらもう投げる球がなくなっちゃうからね。そういった意味ではもう打った方を褒めるべきかなと。で、広島としては、やっぱりね、このね、1回、2回、3回、5回。ここで、ね、1回もワンアウト2塁から、西川マクブルーム1本出ず。で、2回もパスボールでね、2アウト2塁になって、相沢上本でね、1本出ず。4回、マクブルームフォアボール、坂倉レフト前ヒットでワンアウト1塁、小園相沢でね、1本出ず。ね。で、5回、2アウトからだけども、大森フォアボール、菊池センター前で2アウト1塁で西川がね、三振というところで、まあ、ちょっと西川がね、不調っていうのもあるけども、この1、2、4、5回で1本出ず、これキーポイントだね。ここで1本出てたら、状況はね、大きく変わったかなと。で、その中でね、これすごいなと思ったのが、高梨ね、ピッチャー、6回でピンチで登板して、堂林、ね、山崎よりが足つって変わった時に、最後の外すら、三振。すごい、あの外すらは非常に見応えあってね、ナイスボールだったと思います。サザエがすごいと思っただけで言っただけです。で、もし皆さん共感したかったら見に行ってください。動画ね。で、19日、2対1で巨人というところで、まあ、巨人先発ね、菅野、8回3分の1、127球、5安打5三振、1四球、1デッドボール、1失点と。ね。で、広島先発栗、7回115球、7安打10三振、2四球、2失点と。まあ、もう投手戦だね。まあ、こうなったらっていうところでね、まあ、2回の表ね、マクブールムレフト、ツーベース。で、坂倉デッドボール、小園、463、ダブルプレイでチャンス一したかと思ったけども、まあ、一軍昇格の野間がね、野間がライトへタイムリーツーベースっていうところで、これ、小園バントでも良かったね。正直ね。まあでもここね、1点しっかり取ったっていうのは大きかったけども、巨人はね、3回裏、吉川がね、ショートへタイムリーな安打っていうところで、これでね、すぐさまね、1点返したっていうところが、まあ、流れをね、引き渡せないっていうところでは非常に、大きかったんじゃないでしょうかね。まあこれもね、小園がね、触ったんだけどね、まあセンター抜けるということで、まああれはでもね、仕方ないね。あれはまあ取れない。ね。でもこのね、丸がね、しっかりね、フォアボール、このストレートのフォアボールっていうところもね、ちょっと痛かったかなっていうところはあります。で、7回裏、ね、中島センター前、で、大城送りバンド、中山、センターへの勝ち越し。まあこれね、野間が若干こけてね、ファンボールするけども、もうね、ダイソー、マスターがね、セカンド回ってきたんで、あれはね、正直、1点入る入らない関係ないと思うけども、中山のプロ初タイムリー。こういったところでヒーローがね、日替わりで出てくると大きい。しかもレギュラー以外がね、出てくると非常に大きいね。まあでもこれはもう仕方ないね。どっちが勝っても。ピッチャー頑張ったしね。で、しかも最後ね、9回完投目指していったけども、ワンアウトから西川ヒット、マクブールもヒット、で、坂倉デッドボールっていうところで、ワンアウト満塁、小園、野間っていうところで、最後ね、ピッチャー勝って大勢がね、踏ん張ったっていうところはあるけども、1本。だから、広島はね、全体的にあと1点欲しいところで1本出なかったね。結局、それが、まあ、敗戦につながったっていうところで、そこがね、カープが調子いい時出てたからね。そういった意味では、まあその一本はね、まあどこのチームも一緒なんだけどね、最後のこのスパーンっていうのをね、チャンス作ってるからね、もったいない、惜しい。ほんと、2勝1敗でね、勝ち越す可能性もあった、広島が。まあその中ね、巨人はしっかり勝ち切って3連勝でした。さあ、ということでね、総チェック終わりましたけども、5月20日ね、佐々木の誕生日、まだまだね、プロ野球も終わらない。まあこのね、3カードで交流戦に入っていきますからね、いい形で締めくくられたいというところでね、最後に申し送り事項、皆さん言いますよ。ね。さあ、ということで、DNA 対ヤクルト。DNA の皆さん、ヤクルト。山崎幸太郎が何気にいい働きしてるんで、気をつけて、ね、いいヒット、つなぎっていうところでね、非常にいい形です。シーズンも変えてきて、リリーフ熱いんでね、パンパンと、ちょっと最初からね、頑張っていきましょう。ね。ヤクルトの皆さん、DNA、2連勝で状態上がってきますよ。マーキ注意、マーキ。注意していきましょう。甲子園、阪神対巨人。巨人の皆さん、雨気をつけて、雨。青柳が投げる。天気予報わかんないけど。でもね、阪神もいい戦いしてるけどもね、最近ミスしたから、がっつりいきましょう。阪神の皆さん、巨人、勢いに乗って来てますよ。でもね、結果よ。結果。ね。ポランコ、ウォーカー、打たれたら終わりますよ。ここね、しっかり抑えて、頑張っていきましょう。抑える方法、自分たちで考えて。広島対中日。中日の皆さん、カープ、ちょっと、バタついてますよ。ここ一本で一本出ないんでね、しっかり投手陣、厚めの投手陣でね、ガンガン行きましょう。カープの皆さん、中日がね、若干、打たれ、出したり、バタつく時あるんで、ここね、一気に行きどころ、ここしっかりね、倒していってね、A クラス死守していきましょう。ね。大瀬良で勝ち切ろう。日本ハム対西武。パリーグ。西武の皆さん、日本ハムが。まあ、山あり谷ありなんだけども、波乗ったら打つよ。調子に乗らさないように、今川、万波。ここら辺調子に乗ると怖いからね、気をつけて。日本ハムの皆さん、西武。ちょっと投手陣いいんですけどね、打っていけば、ね、打っていけば勝てるですから。あと、山川、敬遠してもいいんでね、絶対抑えましょう。ソフトバンクは敬遠してましたよ。ね。ここら辺、大事になってきます。楽天対オリックス。オリックスの皆さん。楽天。結局、西川、浅村。ここで打たせなかったら、そんなにビッグゲームにならない。あ、フォアボール注意して。ロッテフォアボール出しちゃって、マルモルツに行かれちゃったけどね。西川は、ね、絶対、抑えていきましょう。楽天の皆さん。オリックスね。やっぱりね、打たないよ。そんなにね。だから、思い切って。攻めていきましょう。ソフトバンク対ロッテ。ロッテの皆さん、ソフトバンク、ちょっとね、打線が繋がってきたんでね、気をつけていきましょう。ね。打線の繋がり出すとね、失点しちゃうよ。あと、序盤で叩いていかないと、又吉とか後ろいいからね、ロッテ。ここ、1位に叩き時。ソフトバンクの皆さん、ロッテね、打たない。全然。ピッチャー、フォアボールを恐れないんで、どんどんストライク取っていきましょう。佐々木朗希、どんなピッチングするか。打ち返せんのか、敗戦か、またまた勝つか、流れ掴むか、楽しみだね。さあ、ということでね、ソフトバンクはね、上林選手、白血剣断裂しちゃって、あと涌井もね、骨折っていうところでね、まあなかなか厳しいけどね、まあいい状態だっただけにね、まあでももうしてしまったものは仕方ないんでね、しっかり治療して、に専念して、代わりに出た選手たちはね、さらに頑張ってもらいたいと思います。ということでね、交流戦入る前までの、セパ、ペナントね、とりあえずこのね、3日間で一括りなんで、どんな試合展開になるのか、皆さんね、楽しんでいきましょう。5月20日、佐々木の誕生日お送りしました。ご祝儀相場、お待ちしてます。ハッピーバースデー！